蝶万玉の手形と署名入りプレート。蝶万玉は香港出身の女優。代表作にポリスストーリーシリーズ、ロアン・リン・ユイ、ゲン・レイ・マ、ラブ・ソング、歌謡年歌、クリーンなど。香港で生まれ8歳の時にイギリスのケントに移住し、幼少期及び青年期をイギリスで過ごし、ケントの中学校に通っていた。当時の夢はヘアスタイリストになることだった。 16歳の時に、ロンドンの書店で店員として働いていた。1982年、17歳で、香港の親戚を訪ねた時スカウトに発見され、パートタイムの広告モデルとして働き始めた。18歳の時に、ミス・香港で2位になったことがきっかけで、芸能界入りし、多数のテレビや映画に出演した。1985年から始まった、ポリスストーリーシリーズをはじめ、 ジャッキー・チェンの作品にも出演した。ポリスストーリー二級流の目の撮影では、金属の枠が、将棋倒しになるシーンで、枠が頭に当たって、入院するほどの怪我をした。怪我はこれだけではなく、脱出用シュートから脱出するシーンでも頭に、負傷したという。デビュー当初は、アイドル的な役柄が多かったが、ウォンカー・ウアイ監督の、今すぐ抱きしめたい。 欲望の翼に出演した頃から徐々に演技派へと転身した。香港電影金像を進むでは、子猫のように抱きしめて、ロアン・リン・ユイ、元霊玉ラブソング、草花の三姉妹、火曜年下で最優秀主演女優賞を5度、台湾金馬進むでは、フルムーン・イン・ニューヨーク、ロアン・リン・ユイ、元霊玉ラブソング、火曜年下で最優秀主演女優賞を4度、 レッドダストで最優秀女演女優賞を一度、それぞれ受賞している。ロアン・リン・ユイ、元霊レダでは、第42回ベルリン国際映画祭の女優賞も受賞した。1992年には、日本、香港合作のテレビドラマ、香港ドリームに出演、オクラ・エイジらと共演している。1990年代後半からは、パリで過ごすことが多くなり、フランス語流潮に操るようにもなった。 1998年にはフランスの映画監督オリビエ・アサヤスと結婚。二人は三年後に離婚したが、2004年に制作されたアサヤス監督のクリーンでは彼女が主演を務め第57回カンヌ国際映画祭で女優賞を獲得した。2007年にはカンヌ国際映画祭審サインを務める。香港のみならず、 中華圏を代表する女優として知られているが、クリーンを最後に女優業を休業しており、映画のフィルム編集や音楽について学んでいるという。2014年5月にはロックバンドのボーカルとして歌手デビューした。上海の音楽フェスティバルで披露した初パフォーマンスに音程のズレなど厳しい指摘を受けたが、その後の北京の音楽フェスティバルのステージ上で、 子供の頃からの夢なので諦めないと強く宣言し、観客から拍手で迎えられた。2015年のオムニバス映画、恋する年5つの物語では作詞、作曲を含めて主題歌を担当している。ありがとうございます。